はい、今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両をご紹介します。紹介してくれるのはボンドショップ浦和カスタマイズを担当した高橋くんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、車の方が AMG GT43 オードワークーペ、43、53、63の違いがいまいちよく分かってません。バンパーがなんか63は違うんだよね。63はバンパーが違います。なんかこうこの辺のダクトがグイッて大きいやつが、そうですね、そうですね、はい、53と43は割と似てる。分かんないです。なるほど。はい、で今回カスタマイズさせていただいたのは43。はい、どんなカスタマイズをしてる感じでしょうか。基本的には車高を下げて、はい、ホイール履いてメッキを消したっていう。ああ、じゃあ割とこう定番というかこう、そうですそうです、鉄板のカスタマイズを施した感じ。そうですね。これローダウンはこれエアサス？エアサスです。じゃあロッドでこう下げてる感じ。ロアリングロッドで、まあ、基準の位置を変えてちょっと下げてる感じ。そうです。結構下がってる感じ。40ミリぐらい下がってる。結構下げてます。なるほど。でロッドで下げてるから、まあ、純正の上げ下げする機能とかもそのまま使える。そのまま使えます。なるほど。はい、でブラックアウトは、ブラックアウトは前から行きます。前から行きましょう。はい、グリルの縦のメッキ、このパナメリカーナのこの縦の部分を、はい、あとまあリングと、はい、あとはこのマーク。ああ、なるほど。でこれも、はい、真っ黒とかサテンとかじゃなくてスモークペイントで、スモークペイントで色を変えてると。そうです、はい、ちょっとブラッククロームチックな、そうですね、そんな感じで。ちょっとホイールのフィニッシュとちょっと似たような。あー、なるほど。ちょっとこう存在をこう消しすぎない感じで、そうですね、ちょっと輝きも残しつつちょっとブラックアウトしてる感じで、そんな感じ。フロント周りは、え、こっちは塗ったの？こっちも塗ったの？そっちはあのセンサーが入ってるんで、あ、ちょっと塗ってないんですよ。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。あ、じゃあこの枠だけ、そうです、塗って、ここは何も手を入れてない感じ。なるほど。で乗っちゃうとそのセンサーの影響がある可能性が。ああ、なるほど。で横に回っていくと、横は、はい、このあダクトというか、はい、これ53はもともと黒いのがついてるんですけど。あ、そうなんだ。43はメッキなんで。へえ。でそれをじゃあこれはグロスブラックで、ボディ同色じゃなくてグロスに。そうです、はい、ちょいアクセントな感じで。はい、あとまあここのエンブレムもスモークペイント。ああ、なるほど。なんか本当にブラッククロームみたいな感じで、はい、そしてあとドアハンドルの、はい、上下だ、上半分、あ、上半分、上半分、はい、がメッキなんで、はい、これもラッピングでグロス。あ、こっちはラッピングで。ラッピングです。ここと、なるほど、この窓枠はラッピングです。ああ、なるほど。これはじゃあ費用的なものも踏まえてってこと。あんまり費用的にはあんまり変わらないですかね。あ、そうなんだ。けどあえて、まあこれは塗るってなると外さなきゃな。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。でこれはじゃあこれに合わせて、そうですね、ラッピングしたってこと。もししようと思えばここもペイントでも、ペイントでも同色ペイントとかでも、ああ、なるほど、やったりしますし、はい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 、そんなことができるっていう。はい、であとメインとなるのはタイホイール、タイヤホイール、はい、BC フォージド、これは何インチでしょうか。22ですね。22インチ、はい。純正が何インチ？19、20？これは20入ってました。あ、20なんだ。21まであるのかな。あ、オプションで。63だと21。で、そのさらに上を行く22。はい。これサイズ的には結構幅も太くしてる感じでしょうか。太くしてるんですけど、はい、ちょっとオフセットは少し甘めに。ああ、なるほど。ディーラーさんに嫌われない程度の。確かに。これだったら全然ディーラー入庫、30度、50度もいけそうな感じの。はい。絶妙なデザインになってます、はい、そしてフィニッシュはダークブラッシュドブラック。ダークブラッシュドブラックだからブラッシュドに濃いめのスモーククリアを吹いた感じでしょうか。このデザインにしたのは何かこう、まあ、ワンピースでちょっとすっきり見せつつ、うん、でもスポークが少ないとちょっとスカスカになりすぎちゃう。あー、なるほど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 。こうピアスボルトがないようにこうワンピースにして、はい、これ前後同じ？後ろの方がコンケーブがあれかな？後ろの方がちょっとコンケーブしてます、ね、ちょっと、ああ、だいぶしてるねこれ。全然で後ろもサイズが22インチ、335、335、25、22、はい、で後ろも
後ろも若干甘め甘め甘めですあでもこれがついてるからね後ろは結構限界まで攻められるというか、はい、本当にちょっと絶妙に入ってる感じ、はい、そして後ろに行くと、はい、後ろに行くと、まあ、エンブレムは前と横と同じスモークペイントなるほど、はい、であとここのここから下の部分が素地のままなので純正だとあそうなんだそれをじゃあ仕事りして同色ペイントあこれは同色ペイントにしてるんだそうですあなるほどあとマフラーカッターも、うんメッキなんで黒く塗ってます、うん、これは同色じゃなくてグロスブラックにそうですなるほどじゃあもう絶妙になんかこうスモーククリアとグロスブラックとボディ同色を使い分けてそんな感じですねであとペイントとラッピングも合わせ技で、はい、全体的にこうちょっと締まった印象になるように仕上げてると、はい、浦和店は結構他の店舗もそうだけど GT4 ドア入庫率高いですね高くなってきてるよね高いです他の店舗もねものすごく今入ってる人気なんすかねガックン結構もう何台もこれ2台目かなあそうなんだ前回のも同じようなメニューでやらせてもらって、うん、前回のはちょっともっとパンパンにああなるほどなるほどなるほどしたんですけど、まあ、BC だからこう出面はもう自由自在なんでもっとこうバチバチにしたければバチバチにできるしそうです、ね、純正サイズでもいけるし、はい、なるほどあとなんか例えばこれ GT でこんなパーツありますよとこんなことできますよとかっていうのは個人的にこんなことやってみたいんですけどみたいなエアローとか、 なんかカーボンパーツとかエアローないんですよねエアローないんだっけブラバスぐらいブラバスは63バンパーつけないとああそうなんだ63前提なんだ43だとじゃあちょっとパーツ少なめだからこうすっきり、ね、すっきり仕上げた方がいいかなでもタイヤホイールとローダウンだけで結構変わるんだああなるほど車は結構ねこうスタイリッシュなデザインでローダウンとかしただけでも純正が車高結構高いんですよねああなるほどローダウンするだけでもだいぶかっこよくなる印象が変わってくる、はい、なるほどであとは最近結構コメントでも言われるのがこう費用とか納期とかふわっとなかなかこうお客様がついてるあの内容なんでちょっとこう具体的にこう金額っていうのは多分難しいと思うけどそうですねだからホイールとかまあホイールはでも BC は値段出てるのかじゃあ納期の方、はい、納期ホイールですか、はい、いやこの車を作った期間どのぐらいでこれはホイールが45日そうですねでまあペイントラッピングもろもろで2週間ぐらい、まあ、タイヤホイールもその間につけちゃってっていう感じああなるほど全体の預かりは2週間ぐらいでじゃああとホイール頼んでホイールが来たタイミングで、そうですね、まあ、2週間ぐらい預かれればこんなことができますよっていうそうですね、まあ、あとはその費用に関してはまあ車コンディションとかやる内容によってだいぶ違うからそうです、ね、ご相談いただければ、はい、こんなこともできますよ、はい、そんな感じでございますはいというわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた AMG GT43 をご紹介させていただきました AMG GT4 ドアのカスタマイズはぜひ浦和店までお問い合わせください最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました